どうも、ゆういちです。今日はですね、インスタグラムでもちょっとさっきストーリーで上げたんですけど、まあ水族館に行ってきて、でその水族館の映像を流しながらちょっと話していこうかなっていう感じですかね。一緒に見ながら行こうかなと思ってます。でなんかまあ今年というか9月の目標としては、ちょっと YouTube のクオリティを逆に下げて、まあ、だらだらこんな感じの、ね、動画を撮っていこうかなっていうふうに思ってます。なんか今までクオリティを上げることに必死だったので、ちょっと逆の発想でやっていこうかなみたいな感じでやっていくんで、まあ気軽に見てもらえたらなっていうふうに思ってますね。それちょっと早速じゃあちょっと流していきましょうかね。そう、流す前にちょっと話をしておこうかなっていうのがあるんですけど、1週間前ぐらい、まあ、正確に言うと4日前ぐらいに、右目の痙攣と、なんかこう顔面がピクピクするような症状が出まして、なんか知らないうちにストレスを抱えてたみたいなんですよね。なのでちょっと気分転換で水族館に行ってきたのもあったんで、ちょっとその映像を流しながら、ちょっと、まあ、最近、まあ、そのストレスを受けてで実際に体に何かこう異常が出て、思ったことについてあったので、ちょっと一緒に見ながら進めていけたらなって思いますね。はい、行きましょう。どうかな。はい。で当日も雨こんな風に降ってで、まあ、進んでいくと券売機があるんですよね。でちょっと動画とはこれからそれて自分の話していこうかなっていう風に思いますので、ゆったりと映像見ながら話聞いてもらえたらなっていうふうに思ってます。それでね、まあ冒頭に言ったんですけど、まあ、なんでこの、まあ、水族館に行ってきたかっていうと、まあ、知らないうちにストレスを抱えていて、で右目の痙攣が起きて、でなんとなくこう、まあ、何するにしてもこうね、力が出なくやる気が出ないみたいな感じではあったんですよね。なんか自分の中でこうモヤモヤっとするやつがあって、でなんかこれ見てる方もなんか思い当たる節はないですかね。なんか別に今ものすごいこう不安を感じていたり、まあそういうわけではないのに、なんとなくこうすっきりしない感情があって、でぼーっとスマホ眺めてみたり、テレビをぼーっと見てみたりっていうのがあると思うんですよね。でなんか今そういう状態に片足をこう突っ込み始めてるのかなっていう危機感が自分の中であって、で少し前まではそんなことなかったんですよね。なんか目の前のことにこう一生懸命にその場で、まあ、力を注いで頑張っていたっていうことだったので、そこまで考える時間もなかったですよ。で今とその昔何が違うのかなっていうのをちょっと考えてみたので、そこをちょっとシェアできたらなっていうふうに思います。で考える中で結構明確に違うなっていうことが気づけまして、なんか昔は、まあ、さっき言った通りもっと感覚的に動けていた気がするんですよね。でそれに比べて今って結構便利になってきちゃっていて、で便利すぎるがゆえにこうスマホで調べてから行動するようになってるんですよ。で皆さんもそうじゃないですかね。なんかまあ批判するつもりは全くないんですけど、まあ、便利で私もまあ見ちゃう部分はあるので、YouTube とかもいちいちこう便利すぎるなっていうふうに思うんですよ。で例えば、本の要約だったり、何分でわかる何々とかすごいあるじゃないですか。で誰かの成功体験を語っていたり、でこれが全部このスマホで見れちゃうんですね。この手元で見れちゃうんですよ。ビビビビッと。でそれがなんか疑似的な体験に過ぎないと思うんですよ。まあ、実体験じゃないんですよね。結局自分でスマホを見て、あこれそうだなって思ったとしても、それは本当に疑似的な体験であって、実体験じゃないから身にならないんですよ。でもなんか分かった気になっちゃうのが危険なところで、でこれが怖いなって思うんですよ。で効率的なやり方とか物事の定石で、それってもうスマホの中に全部あって、で Google の窓口に打っちゃえば全部出てくるんですよ。
だからなんていうのかな、言い換えるとこう感性を、自分のこの感性を伸ばさなくてもいい環境に甘えてしまってるなっていうふうに感じるんですよね。で、実体験ができないじゃないですか、今コロナ禍で。で、実際も私こうやってね、水族館の映像とか流してるんですけど、実際には行けるんですよ。で、ちょっと言い忘れたんですけど、9月の3日、昨日から休館してるんですよね、16日まで。なんで、まあ、このコロナ禍を受けて、まあ、こういう県の施設とか、まあ、ご飯屋さんとかもそうですよね、まあ、自粛の方に今動いちゃってるので、まあ、結局実体験が減っちゃってるんですよね。で、このコロナ禍がそれに拍車をかけてるような感じになっちゃっていて、で、まあ、そんな誘惑が多いんですよ。なんか実体験せずにこう仮に体験をさせてもらえて、それが自分の実体験かのように感じてしまうみたいな中で、なんかすごい難しいと思うんですけど、なんか自分で何かをするときに、なんだろうな、なんか間違っちゃってもいいと思うんですよ。だからそれ、まあ、調べれば、スマホで調べれば一発で出てくるじゃんっていうのは、分かるんですけど、まあ、バカにされそうなことも自分で考えて間違えた場合には、あ、間違えたなと思うんで、なんか次回には生きるんですよね。だから次は間違えないし、で、その当たり前みたいな積み重ねですかね、がこう自分の感性になってオリジナリティみたいなものが出るんじゃないかなって思うんですよ。で、そこからしかやっぱりイノベーションみたいな新しいことは起こらないと思うんですよ。なんか昔はなんかこれ新しいじゃんみたいな感覚が自分の中にはあったんですけど、最近はなくて、なんか自分をスマホの中に求めちゃってる感じはあるんですよね。で、それを気づいて、で、自分がどういうアクションをしたかっていうと、私はまあ8月の8日からまあ個人の活動をスタートして、それまだグループをやっていたので、で、グループを解散したタイミングで、大半の、SNS はやめたんですよ。で、残るはこの YouTube と Instagram のみで、まあ、それもまあスマホの中はそういう風にしたんですけど、実際にスマホを、まあ、iPhone 使ってるんですけど、 iPhone を、触るこう時間ですかねを短くするために、物理的な距離をとって家の決まった位置に置いて、で、今までみたいに花見はださずこう、ね、ポケットの中に入れてるとか目の前に置いとくっていうことはやめたんですよね。でも、まあ、万歩計代わりみたいな感じで iPhone を使ってたので、 Apple Watch を買おうかなみたいな変な、ね、思いもあるんですけど、それは大丈夫ですかね。なんか、なんか、ね、本末転倒的な感じになっちゃうかもしれないですけど、 Apple Watch は買おうかなみたいな感じで思ってますけど、で、あと、まあ、Kindle 信者だったんですよね、まあ、一時期は本を買い漁って、部屋のところにねこう置いてたりしたんですけど、で、 Kindle に持ち替えて、で、そうするとね、数十冊、数百冊、まあ、買えばですけど数千冊全部持てるようになるんですけど、だからそれが結構便利で使ってたんですよ。移動先でも読めるし。でも、それを、もう一回ね、紙の本に戻して、今、まあ、最近新しい本読みたいなと思ったらやっぱり紙の本を買うようにしてますね。で、それから、まあ、2年ぐらい日記を書いてたんですけど、で、少し負荷を増やして、最近はノート1ページ1日1回書くようにしてますね。うん。で、まあ、これ次に言うことが一番自分の中で大事かなと思ってるんですけど、30分間、まあ、短くても最近はなんかいいなと思えてるんですけど、30分間ぐらい歩くようにしてますね。で、強制的にこう頭を使うことをやめて体を動かすんですよね。で、そうするとなんていうのかな、歩いた後に何かを感じるんですよ。で、それってなんか情報みたいな感じで、今のスマホ SNS 開けば情報がこうピュンピュン飛んでくるんですよね。で、そういうことではなくて、自分の中から出てきた何かみたいなものがやっぱり大切だなっていうふうに思っていて、で、これが自分の感性を磨くことなのかもしれないなって、外からじゃなくて自分が自ら体を動かして気づけたことが感性なのかなって、で、それを積み上げていくことがやっぱり大事なのかなと思うんですよね。
で、私も表現者の端くれみたいな感じでかっこいいこと言いますけど、一応その誰かに向けて音楽を届けたりってことをしているので、その感性が全てだと思うんですよ。だからそれをなんか、ね、外からの情報みたいな感じでもらったものを出したとしても、ただのフィルターにしか過ぎないと思うんですよ。何々なんか自分のフィルターを通して出すんじゃなくて、ちゃんと自分の中から出てきたものを届けたいなって思うんですよ。で、これからまあじゃあどうやっていこうかっていうところなんですけど、まあ便利なものは使うべきだと思ってるんですよ。でもその付き合い方がやっぱり大切かなっていうふうに思ってて、でそういった本ってすごいいっぱい出てるんですよね。 SNS をやめるとかやめないとか。で私も実際に大半は減らしたんですけど、実際もやめることって多分不可能だと思っていて、うん、だから便利なものは使うべきだと思うんですよ。ただ過剰に便利すぎるものっていうのは一回こう考える方がいいかなと思っていて、だから最近は、まあ、最近の話すると私環境が結構変わったんですよね。周りの環境がガラッと変わって、で、まあ、どういうふうに変わったかっていうのは、まあ、別の動画でまた話そうかなと思ってるんで、ここはちょっと割愛しますけれども、それと同時に関わる人も変わったんですよね。まあ、環境変われば、周りの人も変わって、で、まあ、年齢的に大先輩の人が増えたんですよね。でその大先輩の人たちが言うこと、まあ、口を揃えて言うのは、まあ、何かっていうと、これはいける気がするとか、なんだろう、そういう感みたいなところなんですよね。なんかその人の感性でいける気がするっていうところなんですよ。で長年の感みたいな感じでこう信じられないような感じなんですけど、でもそれがなんかね大切だと思うんですよね。で何かな、で昔と今の違いみたいなことを、最初の方に話をしたんですけど、で今は便利すぎて感性を伸ばさなくてもなんとなくね生きていける時代になっちゃってるんですよ。そういう環境なんですよね。で、そういう人生の大先輩たちが生きていた時代っていうのはやっぱり感性を伸ばさないと生きていけない時代だったと思うんですよね。でこれからの時代は、おそらく感性は伸ばさなくても生きていけるんだとは思うんですよ。繰り返しますけど、ただ冒頭みたいに自分でも気づかないストレスがこう体に現れてくると思うんですよね。なんかやる気起きないなとか、それって実体験をしてなくて、なんだろうね、その疑似体験みたいなことしかしていないから、実際自分の身になってないからこう不安で、自分って成長できているのかなとか、でも成功体験聞くと自分も成功したみたいな気持ちになれるので、なんとなくここのバランスは取れるんですけど、体とのバランスが取れなくて、やっぱり私みたいにこうね右目がピクピクしたり、こう顔面がねちょっとこう違和感があったりするのかなと思うんですよね。だからなんか、まあ、結論としては、つまり何が言いたかったかというと、自分が素直に感じることを信じてあげようかなというふうに思うんですよね、最近は。うん、最近はそんな感じかな。うん、なんで、これからもこう緩い動画をね上げていこうと思いますので、もちろん音楽は今作ってますので、なんとなく、カバー曲もやる、リクエストもやるんですけど、自分の中から出てくるものを繰り返しになりますけど出していきたいなというふうに思っているので、これからも楽しみにしていてください。陽一でした。バイ。